キシユータ、平野ノシヨウ、ジングジユータ、そして、ルームバーライ、新たな挑戦と愛情に満ちたスタート。元キー・ N ・ G& アンド・プリンスへのキシユータが、ジャニーズ事務所を退所した後、新たに芸能事務所とべに加入しました。その際、彼は、かつてのグループメンバーである平野紫耀とジングジユータと共に新しいユニット、ルームバーライ、を結成することを発表しました。 彼らの新たな挑戦はファンに対する深い愛情に満ちており、ファンたちは今後の彼らの活動を熱望しています。9月30日、岸優太がジャニーズ事務所を退所した後、彼のファンたちは彼の芸能界での地なる動きについて熱い関心を寄せていました。そして、ついに15日、岸優太は新しいステージに向けて歩み始めました。 その日、元ジャニーズ事務所副社長である滝沢秀明氏が社長を務める芸能事務所戸部の YouTube チャンネルから、岸優太と彼の新たな仲間である平野潮と神宮寺優太が生配信されました。午後6時半、戸部の YouTube チャンネルには平野と神宮寺が登場し、そして岸優太がベンチからダッシュで現れ、笑いを誘いました。 和やかな雰囲気の中、3人は団結し、新グループ、ルームバーライの発足を報告しました。岸シユタは、ルームバーライというユニークな名前について、彼らが目指すものと愛情について語りました。彼らの新しいチャレンジには、ファンに対する強い愛情が満ちています。平野の陽は、コンサートの開催を宣言し、ファンとの再会を楽しみにしています。 また、岸シユタが提案したファンクラブの統合と YouTube チャンネルの解説は、ファンとの絆をより強固にするための取り組みです。神宮寺ユ太タは、ファンたちとの幸せな時間を大切にすることを約束し、平野潮はファンとの距離を縮めることに全力を注ぐと語りました。この36分間の生配信は、67万7千人の視聴者を集め、 彼らの人気が再び証明されました。そして、岸シユタを含む多くの元ジャニーズタレントが飛べに介入し、新たなステージへの挑戦を始めています。岸シユ平タ、ヒラノシヨウ、ジングユタ、そして新グループ、ルームバーライは、愛情に溢れ、新たなエンターテインメントの旅に向けてスタートを切りました。彼らの熱い意気込みとファンへの深い愛情は、 今後の活動に大きな期待を寄せさせます。彼らの新たな物語がエンターテインメント界に新たな輝きをもたらすことでしょう。